今からラジオの放送をお送りいたします。FM 小座を聞きの皆様、こんばんは。時刻は夜の9時を回りました。この時間はパーソナリティの塩素がお送りします。塩素くんラジオスローをお送りいたします。この番組は動物関連についてトークをしていく1時間番組です。毎週ある動物をテーマに、その生態はもちろんいろいろな雑学フリートークをお送りしていきます。今週のテーマは、一時大ブームとなりましたエリマキトカゲについてご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp。 またFM コザではユーストリームで映像と音声も配信しています。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートよろしくお願いします。また今回放送された内容は後日 YouTube からもご覧いただくことができますので、そちらの方もお楽しみくださいませ。はい、ということで番組が始まりましたけど、本日は、5月の16日ということで、もう5月の中盤に差し掛かりましたね。先週が、ゴールデンウィークで、確か、台風は今週でしたね。なんか今週の日曜日か月曜日あたりになんか台風が来るという情報があったんですけど、一応来たことは来たんですけど、なんか夜のうちに抜けてしまったようで、皆さん結構拍子抜けしたんじゃないでしょうか。自分はですね、結構夜更かししていまして、だいたい雷は光っていたんですけど、鳴らなくて、で大雨も、まあ、明け方の5時半ごろにちょっとひどい雨が降ったけど、だいたい6時、7時ごろにはもう抜けきってしまってるっていう状態だったので、今回の台風は結構早く通り過ぎてきましたね。で、まあ、天気予報ですと、台風7号でしたっけが、まあ、本日今週の土曜日に来ると言われてたんですけど、これも結局来ず、もう1週間いい天気のまま過ごすことができましたね。はい、ということでちょっと脱線しましたけど、まあ先ほど言いました通り、この番組は動物関連についてトークをしていく1時間番組です。今週は、エリマキトカゲについてご紹介していきますので、よろしくお願いします。それではここで一旦 CM に移りまして、 CM が明けましたら、エリマキトカゲについてのニュースをお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。はい、ということで始まりましたツイキャスを見ている皆様、こんばんは。この番組はですね、沖縄市の小屋ですかね、小屋のパークアベニュー通りでやってます、塩素くんラジオするという番組なんですけど、FM コザというラジオ局からお送りいたしております。毎週土曜日夜9時にこの番組、動物関連のことをお話していく番組をしていきますので、どうぞよろしくお願いします。本日はエリマキトカゲについてご紹介していきます。まあ、エリマキトカゲ、約20年ぐらい前に結構流行で、まあ、CM で話題になって、結構飼う人、ペットにする人がたくさんいたらしいんですけど、今はほとんど見られなくなりました。まあ、飼育してる人は結構いるんですけど、またちょっとブームがもう過ぎてしまって、まあ、ブームっていうのは大体過ぎていくものなんですけどね、そこからまた再ブームしていくかどうかはまた種類によって違ってくるんですけど、今回はちょっとそのエリマキトカゲについてお話していきます。こちら
PA さんですかね、初見ですということで、ありがとうございます。こんばんは。こちら沖縄県沖縄市の FM コザというラジオ局からお送りしています。パーソナリティのエンソです。よろしくお願いします。5月31日は、グレイさん の, そのライブの東京ドームに参加するということで、ぜひ楽しんでいってくださいませ。もうすぐ CM が終わりますので、すみません、この辺でちょっと、黙りますね。それではまず最初のコーナーは、動物ニュースをお送りいたします。このコーナーは、毎週生物に関するニュースを読み上げていくコーナーです。今週はエリマキトカゲがテーマということなので、エリマキトカゲにちなんだニュースを、発表していきますね。それではいきます。エリマキトカゲ型ロボ発売。今年4月に株式会社EK ジャパンがエリマキトカゲをロボットとして再現した組み立てキットリザードロイドを販売。販売価格は税込み4104円。人や物を検知する赤外線センサーを搭載し、エリマキを広げ逃げるエスケープモードと近づいてくる追っかけモードの2種類の動作がプログラムされた全長37センチのロボットとのことです。はい、要するに、子供の遊ぶおもちゃではあるんですけど、これがですね、要は、今年の4月に販売されたということなんですけど、税込み4104円ということで結構高いですね。ここでまたリエさんからコメントが来ております。カミカミということなので、はい、そうなんです。自分結構滑舌が悪いんですけど、もしちょっとすいません、これからちょっと練習頑張っていきますので、どうぞ温かく見守ってください。ここでまたツイキャスでユッキーさんからコメントが来ておりますね。エンソ君こんばんは、お久しぶりですということで、はい、お久しぶりです。ユッキーさん確か今日のちかしさんの番組でも来られてましたね。ありがとうございます。はい、それではちょっとまたニュースの方に戻りたいなと思います。そうですね、一応ニュースはこれで終わりなんですけど、ちょっと補足情報を、読み上げたいと思います。まずはこの販売した会社株式会社 EK ジャパンについてちょっとご紹介していきますね。EK ジャパンは福岡県太宰府市に本社を置き、エレキットというブランド名でホビー系の販売・製造を行う企業だそうで、特徴は完成形ではなく、あくまで自分で作っていく学習工作キットであること。種類はロボット工作、ソーラー工作、エコエネルギー工作などといった、学校でいう科学の授業で教わるようなことを、作っていく、自分で作っていくおもちゃを作り上げていくという会社ですね。どういうキットを販売しているのかと言いますと、プログラミング、こういうプログラム、こういうことをすればこういう動作を行うという、パソコンの入力、そういった工学的なことと、あとは、その組み立てていったもの、ロボットに関してだと、そのロボットはどうやって、どういう構造なのかを理解していくことを学習するために、そういったおもちゃを作っているということで、わかりやすく言うと、はじめから作られた完成形のものではなくて、自分で作っていくもの。例えるならプラモデルと同じもんですか。同じもんですね。そう。プラモデルみたいに最初から自分で一から組み立てていって作っていくということで、今回のエリマキトカゲ型ロボ、通称リザードロイドも、単電池4本で動く電池式のやつですけど、もう最初からちょっとバラバラの状態で自分で作り上げていくというおもちゃですね。
ここでまたちょっとリエさんからコメントが来ていますので読み上げますね。リクエスト曲 OK かなということで、はい、いつでもリクエストお待ちしております。この番組はですね、いつも動物の番組なので、まあ、動物にちなんだ曲を流してるんですけど、このようにリクエストが来ましたら、もうそんなことは全部無視して、もうリクエストを優先していきますので、ただリクエストの内容によってはもしかしたら曲が見つからない場合がありますので、その場合はちょっと申し訳ございませんけど、ちょっと、ご理解のほどよろしくお願いします。まあでもリクエスト、もしこの曲を流してくださいってありましたら、どうぞいつでもコメントよろしくお願いします。メールでもいいので。あ、そういえば、まあ、コメントリクエストで思い出したんですけど、先ほどオープニングトークの時に言い忘れてたんですけど、この番組は、まあ、動物にちなんだ、まあ、番組で、その毎週毎週動物についてお話していくんですけど、皆さんからのリクエスト、こういった生き物の話をしてほしいというものがありましたら、どんどんリクエストをメールでもツイキャスでも何でもいいのでお待ちしております。あ、こちらでまた AKB ファンさんからコメントが来ておりますね。エンソ君こんばんは、聞いてるで、エンソトカゲすんませんということで、あ、そういえば先週エリマキトカゲ AKB ファンさんが言いましたかね。いや、そんなことありませんよ、コメントくれてありがとうございます。あ、リエさんからキャス中に流れるのということなんですけど、あー、そうですね、申し訳ございません。キャスですとですね、こちら、まあ一応コミュニティラジオでして、まあ、FM コザというラジオ局なんで電波に乗せて発信しているので、ツイキャスまたはユーストリームですとちょっとネット配信ということで著作権の問題で流すことができないんですよ。なので、まあ、インディーズ、まあ、ジャスラックに登録されていないものでしたらなんとか流せるかもしれないですね。はい、ということで以上をもちまして、エリマキトカゲ型ロボ発売の動物ニュースを終わりたいなと思います。それではですね、ここで早速、まあ、曲の方を行かせていただきますね。まあ、先ほどちょっとリエさんにも言ったんですけど、この番組は動物番組ということで、曲も動物にちなんだ番組としての曲、いや動物にちなんだ曲をお送りいたします。まず最初におかけする曲は、スパイエアーの虹という曲を流します。これは何でなのかと言いますと、何でこの曲を選んだのかと言いますと、このスパイエアーさんの虹という曲がその木曜ドラマですね、ドラマの潜入探偵トカゲというタイトルの主題歌になっているということで、まあ、タイトルにトカゲという名前がついているのでこの曲を選びました。それではここで一旦曲を流したいなと思います。お送りする曲はスパイエアーさんで虹。リエさん、そうなんです。先ほど言ったんですけど、ツイキャスですとやっぱりネット配信になりますので、著作権に触れてしまうものだと流すことができないんですよ。で、今現在も曲は流してるんですけど、多分ツイキャスでは全く聞こえてないと思うんですよね。なんとか流せる方法があるといいんですけどね。沖縄市にいる方でしたらラジオを通して聞けるんですけど、これが内地、要するに沖縄県の外ですね。東京だったりとか九州だったりとかの人ですと、曲が聴けないので、これちょっとなんとか聴かせることができるといいんですけどね。リエさんで難しいね。そうなんですよ。あ、ただ、ジャスラックに登録されていない曲でしたら OK らしくて。例えば、インディーズ、まだ、デビューして間もないアーティストさんだったら、もし曲がありましたら流すことができるかもしれないですね。この著作権に触れるというのって結構難しいらしくて、もうリエさんの言う通り、まあなんか話によるとカラオケでもアウトらしいんですよ。要するに、まあ、歌が声が入っていなくてもその曲が入っている、要はこの音楽が入っているだけでも著作権に触れてしまって NG になってしまうらしくて、ただ、カラオケといっても要は音楽なしのカラオケ、要は口だけ歌ってるだけのやつでしたら全然 OK らしいんですけど、まあさすがにそれまで NG させられたらたまったもんじゃないですけどね。
有限、有限もありますか。ちょっと調べてみますね。リエさん、リクエストありがとうございます。こんな感じでちょっと、まあ、コメントいただけると本当に嬉しいです。AKB ファンさんもユッキーさんもありがとうございます。この番組はちょっと1時間残り45分、約50分、そうですね、約50分ぐらいお送りいたします。あー、リエさんちょっと今探してみたんですけど、こちらユッキーさんですかねの曲がちょっと入っていないですね。こちら、申し訳ございません。ちょっとないので、もし他の曲、なんか流してほしいものがありましたら、またどんどんお寄せくださいませ。とりあえず探してみますので。あ、もうすぐ開けますね。ではここでまた一旦 CM です。はい。今また CM に行きました。この後はですね、エリマキトカゲの生態についてちょっとお話ししていこうかなと思います。エリマキトカゲ、約20年前に一大ブームになったらしいんですけど、意外と情報が少なかったんですよね。自分、まあリクエストなどがありましたら、それについてまずネットから調べたり、本で調べたりするんですけど、ネットで調べて、まず、ウィキペディアで調べてみたんですよ。そしたらですね、まあ短い。本当めっちゃ短い。だいたい、まあ、一つの、まあ、例えば、1番何々、2番何々という、要は、太文字の線で、例えば人間との関係、生態について、生息地とかっていう、その、分け方してるんですけど、ほとんどのものがだいたい3行で終わるという、こんな短いやつだったんで、結構調べるの大変ですね。まあ、といっても、エリマキトカゲは、一時期本当に有名だったので、本とかいろいろ調べたら結構出てきたので、これはもう有名だからこそ助かったことですね。グレイさんです。あ、グレイさんでしたらあると思いますよ。有名ですからね。あ、ありましたね。約そうですね、約30曲くらいありますよ。何かこのグレイさんのこの曲とかありましたらお寄せくださいませ。もしないようでしたらまたコーナーが終わった後にグレイさんの曲を流したいなと思います。今は BGM を流しております。はい、お届けしたのはスパイエアさんで、潜入探偵トカゲの主題歌虹でした。それではここで、エリマキトカゲの生態について、特徴またはその生息地についてご説明していきます。エリマキトカゲは爬虫類のエリマキトカゲ属に分類されているんですけど、種としてはこれのみ、要するにエリマキトカゲだけがこの分類に当てはめられているということですね。主な生息地はオーストラリア北部とニューギニア島で森林の樹木の上で生活しています。基本的には、まあ、木の上で生活しているんですけど、食性は約肉食性、やや肉食性の雑食性ということで、食事をする際は木から降りて昆虫を探して食べているそうですね。で、一番の特徴としましては、やはり首周りの襟巻き状のひだで、これは敵をひるませる用途だけでなく、体温調節や求愛に用いられると言われています。ではちょっとここで、まあ、この襟を使った体温調節、また求愛、そして威嚇についてご説明していきます。まず最初に体温調節からお話ししていきますね。広い皮膚面積によって
体に溜まった熱を放出するラジエーターの役割を果たしていると考えられているということで、ラジエーターというのは、まあ、要するに放熱器という意味でして、漢字で放出するの放と熱と器の器ですね。これで放熱器というんですけど、まあ、体に温まりすぎた体温を外に逃がすための放熱器、ラジエーターということで、この広い面積、この襟が外に熱を逃がすための役割になっていて、これによって体温を調節、要は体が熱すぎないようにしていると言われていますね。では続きまして求愛についてお話ししていきます。求愛は、まあ、襟巻きを広げることで自分を誇示し求愛するということで、まあ、一種のディスプレイとも呼ばれているそうです。このディスプレイとは、まあ、いろいろな用途で言われているんですけど、要するに展示、装飾、陳列ということで、まあ、その目立たせて見せるということで、襟巻きトカゲはこのディスプレイによって、要は襟巻きを見せることで、自分はこんなに目立っている、こんなにすごいんだぞ、自分はこんなに理想のオスなんだぞということをメスにアピールして、これを求愛にしているそうですね。なるほど。結構ね、襟巻きは、威嚇だけに使ってるのかなって思ったんですけど、調べてるとき、これどんどんちょっと調べていったら、こういった体温調節だったり求愛についてとかいろいろやってるっていうことが分かったんで、結構いろいろな用途で使ってるんですね。で、次に3番目に威嚇、これがまあ一般的に知られている行動ですね。敵に遭遇した場合、または自分の縄張りに入ってきた同じ襟巻きとかに対して襟巻きを開いて、まあ、威嚇するということで、また威嚇するだけでなくて興奮した時も広げるということですね。はい、まあ、これがいわゆる襟巻きの使い方、用途ですね。まず一つ、体温調節に使う、2番目が求愛に使う、そして3番目は威嚇に使うということで、これがまあ一種の襟巻きトカゲのこの襟巻きの使い方ですね。じゃあ続きまして、その他の特徴といたしましては、すいません、結構さっきからカミカミですね。まあ、なんとか聞いてもらえると嬉しいです。はい。では続きまして、特徴といたしましては、二足歩行。まあ、先ほども言ったんですけど、CM で結構有名になってた、襟巻きトカゲの特徴としましては、襟巻きを開いた状態で二本足で走ってる姿を見たことがあるんですけど、これはですね、まあ、逃げてる際だけじゃなくて、結構日常的にも二足歩行で動いてるらしくて、これは何でかって言いますと、まあ、襟巻きトカゲは通常木の上で生活してるんですけど、餌を取るときは地上に降りて取るんですよ。ただ、どうやって餌を探しているのかと言いますと、まず最初に木の上で目によって下にいる虫を探すんですよ。で、虫を見つけたら急いで木の上から降りてきて、そしてすぐ食べるということで、これで要は素早く動くために二足歩行で動いているのではないかと言われていますね。まあ、これがいわゆる二足歩行の理由なんですけど、結構ネットとかで調べますと、二足歩行は結構ストレスが溜まりやすい、結構危ないことって言われてるんですけど、よくよく調べてみますと、意外と二足歩行で動いてるんですね。まあ、考えてみれば、二足歩行で動いてどうしてストレスがたまるのか、体に負担にかかるのかっていうのはよく分かっていませんからね。もちろんこれは犬とか猫でしたら結構負担がかかりますけど、襟巻きトカゲだとまずこの負担というものがそんなにないのかもしれませんね。まあ、これがいわゆる襟巻きトカゲの特徴ですね。ちょっとおさらいしていきますか。まず一番の特徴がこの襟巻き状のヒダですね。で、これの役割が体温調節と求愛と威嚇の約3種類のまあ、使い方。そしてもう一つの特徴といたしましては、二足歩行をするトカゲということなんですけど、まあ、これが一種の襟巻きトカゲの特徴。もうこれだけ覚えていただければ大体は分かるかもしれないですね。ではここで、まあ、襟巻きトカゲの生態について大方説明しましたので、ここでは今度はこの襟巻きトカゲを題材にした CM について、あのテレビ CM についてお話ししていきますね。喉がカラカラになってきちゃったな。はい、それじゃあいきますね。襟巻きトカゲは一大ブームになったんですけど、その一大ブームになったきっかけは
1984年に放送された某 CM なんですけど、この際エリマキトカゲはこの襟巻きを広げて二足歩行で走る映像が話題になりました。しかし広げた状態で走るのは襟巻きトカゲにとって命の危険がある状況で見られる光景であり、襟巻きトカゲにとっても結構命がけであると言われています。これは何でかと言いますと、襟巻きは広げると重心が重く、この状態で走ると首の骨を折るとされているからです。またそうでなくてもこの状態はとてもストレスになってしまっておりまして、まあ、こういった強いストレスによって死んでしまうことがあると言われていますね。なので、まあ、どうしてこのことをお話ししたのかと言いますと、もし今後エリマキトカゲを飼育したいという方がいましたら、まあ、これを無理にエリマキを広げるような行動はしないようにしていただきたくてこのお話をしました。やっぱしですね、エリマキトカゲといえばこのエリマキが特徴的で、やっぱり開いたところを見たいそうなんですけど、これはちょっとエリマキトカゲにとってもストレス、要は興奮状態になってて体に非常に悪いことなので、まあ、無理やり要は脅かしたりとかびっくりさせてやるのはやめた方がいいかもしれないですね。ただここでちょっと注意点が2つあるんですけど、襟巻きを広げる理由は危険以外にも、先ほど言いました求愛だったり体温調節だったりいろいろな用途によって使っているので、この襟巻きを広げること自体は否定してはいけませんね。要するに襟巻きを広げること自体は OK なんですよ。問題なのは広げた状態で走り回ること、移動することで、これが首にとっても要は骨にとって一番危ないということですね。でこれで自分思ったんですけど、襟巻きを広げて走るのが要は重心が悪くて首の骨を折る危険性があるということなんですけど、ではなんで襟巻きトカゲはこの襟巻きを閉じて逃げようとしないんですかねって思ったんですよ。でこれちょっと調べてみたんですけど、なかなか見つからなくて、でちょっと自分なりに考えてみたんですけど、もしかしたら襟巻きトカゲの襟巻き、あの首についてる襟巻きは広げるのに結構時間かかるのかなと思いましたね。もしくは広げたのはいいんですけど閉じるのに時間かかってしまって、この時間ロスが敵に襲われる危険性につながるので、エリマキトカゲはこのエリマキを広げた状態に逃げているんじゃないかなと自分は考えております。まあこれは実際当たってるかどうかわからないんですけど、やっぱし重心が重くなるということはそれだけこのエリマキがとても重いということなので、要はこれを動かすこと自体にも結構な負担、要は力は必要なので、それに力を費やしている間に、まあ例えばヘビだったりとかカエルだったり天敵に見つかった場合、このエリマキを閉じるてる時に食われてしまうという危険性もあるということで、それを避けるためにエリマキトカゲたちは、まあ、危険で要は死ぬかもしれなくても閉じずにそのままエリマキを開いた状態で走って逃げてるのではないかなと思いましたね。あ、すいません、ここら辺でですねちょっとツイキャスがそろそろ切れそうなので一旦閉じますね。はい、しばらくお待ちくださいませ。今ちょっと更新しておりますね。まあ、先ほど言ったのはちょっと自分の見解なので、もしかしたら別の理由があるかもしれないんですけど、もし何か知ってる人がありましたらどんどんコメントをお寄せくださいませ。メールでもいつでも、リクエストいろいろお待ちしております。あ、ツイキャスの方で結構またコメントが来ておりますね、フランチェスカ・ルッキニさんから、エンソ君こんばんはということで、こんばんは、あ、ツイキャス赤字ですので一旦シャットダウンしてくださいということなので、 ありがとうございます。今シャットダウンして更新いたしました。それとですね、フランチェスカ・ルッキニさん、一つちょっとお知らせしたいことがあるんですけど、こちらコメントでエンソ君ということその名前で呼んでくれてるんですけど、このエンソ君が化学変化の化学反応の塩素になってるんですね。これなんですけど実はですね、自分の名前塩素はカタカナの塩素と呼んでもらえると嬉しいです。はい、ちょっと脱線しましたね。で注意点が、まあ、先ほど言ったように襟を広げている理由自体は全然問題ないということで、もう一つが、
まあ、CM に関してですね、先ほど言ってたテレビ CM に関してなんですけど、この某 CM に関してはあくまでネットや雑誌での噂であり、完全に鵜呑みにしないようにしてくださいということをちょっとお知らせしたいですね。というのもですね、まあ、このテレビ CM では要は襟巻きを広げた状態で走っている襟巻きトカゲを映像で流してるんですけど、これによって、まあ、首の骨を折れて死んでる襟巻きトカゲがたくさんいるんじゃないのか、要は動物虐待につながってるんじゃないのかっていう批判が結構ネットとかで見つかったんですけど、これはですね、実際本当かどうかは分かりません。この CM に関しても、もしかしたらちゃんと動物の知識を持った経験専門家の方が一緒にいた状態で撮影している場合もありますので、本当に要はまあ天敵のヘビを見せたり驚かしたりして襟巻きを開いた状態で逃がしているのかというのは全然見てる方視聴者には分からないので、決してまあネットや雑誌での噂だけでこの CM はこういうことを動物虐待みたいなことをしていたのかっていうことを鵜呑みにしないように気をつけてもらいたいですね。あ、ここでまたフランチェスカ・ルッキニさんからコメントが、また改めて塩素くんこんばんは、今度はカタカナで塩素くんこんばんはと来ております。ありがとうございます。これはですね、なんでまあ、漢字ではなくカタカナの塩素にしてほしいって言ったのかと言いますと、この塩素なんですけど、これはですね、実は実名なんですよ。要するに自分の本名でして、というのもですね、自分はまあ、ペルーの日系人の3世にあたりまして、国籍も外国籍なんですね。で、名前がカタカナの塩素ということで、今回この番組にも自分の名前を取って塩素くんラジオするという番組を取りました。ちなみにこの塩素くんラジオするというタイトル名は、この自分の名前の他にある絵本の名前からも取っております。この絵本の名前が塩素くん汽車に乗るという絵本でして、そこから結構語呂がいいなということで塩素くんラジオするという名前で使わせていただいております。はい、ということで、まあ、以上をもちまして、襟巻きトカゲの生態、またはそのテレビ CM についてのご紹介を終わりたいなと思っております。ではここでまた曲を流したいなと思うんですけど、先ほどですね、リエさんからコメント、要はリクエストのコメントで、グレイさんのつづれ折りはありませんかというコメントが寄せられてたんですけど、申し訳ございません、つづれ折りはちょっと見つかりませんでした。結構あるんですけど、ちょっと見つからなくて申し訳ございませんということなので、まあ、せっかくリクエストをいただいたので、せめてグレイさんの曲を流したいなと思います。そうですね、何を流しましょうかね。結構あるんですよね、グレイさんの曲って。どれにしようかな。よし、はい、じゃあ決まりました。じゃあここで一曲流したいなと思います。そうですね、曲が、あれ、どこ行った、ちょっとすみません、今探しております。あ、ありました、すいません。ちょっとごたごたしてました。そうですね。それでは、グレイさんの曲を、流したいなと思います。曲名は、これは1988ですかね。それではお聴きください。どうぞ。改めて、フランチェスカ・ルッキニさん、こんばんは。そういえば、挨拶をくれました。ユーストリームを見ている皆さん、こんばんは。もしかしたら YouTube から見ている方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、改めまして、FM コザスタッフの塩素がパーソナリティを務めております。塩素くんラジオするをよろしくお願いします。やっぱ1時間ですと喉がカラカラになりますね。毎度毎度なんか飲み物持ってこようかなと思ったんですけど、ここのスタジオ基本飲食厳禁なので、といっても、まあ、ここだけの話、お酒飲んでる人もいるんですよね。まあ、とりあえずこぼさないでいてくれるだけはありがたいので、まあ、やっぱしやりやすいリラックスした状態でやっていただけるのが一番かもしれないですね。
釜やつひろしの歌あるということで AKB ファンさんからちょっと探してみますね。そういえば釜やつひろしさんの曲で、確かエリマキトカゲという曲があったみたいなんですけど、どうしても探せなかったんですよね。せっかく そうですエリマキトカゲの真実っていう曲なんですけど、これがなかったんですよ。探してみたんですけどどこにもなくて、なのでちょっと仕方なく、まあ、トカゲの爬虫類のやつを流そうかなと思ったんですけど、先ほどリエさんからリクエストのグレイさんの曲のリクエストがあったので今これを流してみますね。で、釜谷津博さんの曲ですと3曲ありますね。ゴロワーズを吸ったことがあるかいと、我が良き友と、あと乱れたらライオンの3曲ですね。もしこの3曲でちょっと流しても欲しいという曲がありましたらいつでも言ってください。 AKB ファンさん、まだ時間は約20分ありますので、まだあと1曲流せてますね。その他も何かこの曲流してほしいという方がいましたらどんどんお寄せくださいませ。もちろんそれ以外のコメントをお寄せいただいても結構です。もうどんなコメントも OK です。それこそ来週こういう動物生き物の話してほしいっていうものがありましたらどんどん言ってください。もう先着順に来週必ず発表しますので。あ、そろそろ曲が終わりますね。本当喉がカラカラ、今度本当の飲み物必ず持ってこないといけないですね。よし、これ18分30秒頑張って放送していきます。あ、そろそろ曲が終わります。お送りした曲は、グレイさんの1988ですかねをお送りいたしました。それでは、まあ、残り放送時間約17分約20分ということで、ここからは遠足による動物雑食紹介をお送りいたします。今回はですね、高温動物と低温動物の違いについてちょっとお話ししていこうかなと思っております。その前にですね、今回ちょっとこの BGM 流して、この BGM 初めて流したんですけど、ちょっと暗すぎますね。音楽変えて明るめの曲を流したいなと思います。はい、失礼いたしました。それでは改めて、高温動物と低温動物の違いについてご説明していきます。まず、動物には2種類のタイプがおりまして、まあ、簡単に言いますと、体温を一定に保てるか保てないかの違いでして、まあ、栄養などのエネルギーで気温が低くても体温が維持できるのが高温動物、逆に気温によって体温が維持できないのが低温動物と呼ばれています。まあ、要するに自分で体温調節、あ、違うな、体温調節は高温動物も低温動物もできるんだ、ただ維持することができないということで、まあ、人間はこの高温動物に当てはまります。まあ、人間だけでなく犬や猫だといった哺乳類はこの高温動物に当てはまるんですけど、では高温動物とはどういうことかと言いますと、先ほど言った通り体温が維持できるか維持できる存在ということでして、要するに自分たちは寒いところにいても体温はある一定のレベルまでは維持することができるんですよ。もちろん人との気温が低ければどんどん気温自分の体温は下がっているんですけど、あるところまでは、まあ、自分で維持することができまして、これが要は高温動物の特徴でして、逆に低温動物といいますのは気温環境によって体温も
が変わっていってしまう生き物なんですね。まあ代表的なのはトカゲ、ヘビ、ワニといった爬虫類ですね。その他にもまあ魚も入りますかね。こういった生き物は環境に結構もろにダメージを受けてしまって、例えば、まあ、暖かいところにしか住めない平温動物、トカゲやヘビですと、そこの気温が寒くなってしまうと生きることができなくて、まあ、いわゆる冬眠、一種の休眠状態に陥らないと、そのまま死んでしまうということになってしまうんですね。で、ここでちょっと誤解のないように、要はちょっと間違いを、そうですね、誤解のないように、一つ注意点を申し上げますと、平温動物はですね、体温は維持できないんですけど、体温調節はある程度できるんですよ。と言いますのも、先ほど言ってたエリマキトカゲも、要はこのエリマキによって、自分の中に溜まってしまった熱を放出しているということなんですけど、要するに、自分の体を熱すぎた場合は、これの熱を外に出すことができるんですよ。ただ、下がってしまった体温をそのまま上げることができないというだけでして、まあ、これがちょっと、注意点ですね。まあ、高温動物、平温動物の違いは、体温、自分の体の体温を維持できるか、その状態あるレベルまで一定時間保つことができるかの違いで、体温調節、自分の体の体温の上げ下げ自体は、爬虫類、平温動物もできるということを覚えていただけると助かります。まあ、以上をもちまして、動物雑食フリートークを終わりたいなと思います。ここでまた、ツイキャスでコメントが寄せられていますね。AKB ファンさんから、来週ジュゴンはどうでしょうということで、あ、リクエストですね。ありがとうございます。ジュゴンですか？ジュゴンはまだですね。というか、また、海の生き物。まあ、哺乳類ですね。あ、今のは全然悪口とかじゃなくて、というのもですね、自分、最初は動物の話だけをしようかなと思ったんですけど、リクエストで、深海動物、深海魚の話についてしてほしいというリクエストがありまして、あ、そういうとこから来たかってちょっとびっくりしまして、じゃあよし、わかった。じゃあもう動物だけでなくて、魚についても、虫についても、なんだったら植物についても話していこうかなって思ってたんですけど、そうですか、ジュゴンですね。ジュゴンでしたら、まあ、魚よりかは結構話せるかもしれないということなので、わかりました。AKB ファンさん、来週はジュゴンのお話をしていこうかなって思っております。ではこのままでちょっとエンディングに移りたいなと思っております。まあ、今流れているのはエンディング曲なんですけど、ここでですね、またちょっとメールが寄せられているので、これをちょっと読み上げたいなと思います。あ、こちらがですね、ゆきさんから、こちら FM 小田スタッフのゆきさんですねから、メールが届いておりますね。遠足に聞こうと思っているのに聞き忘れていることが溜まってきたからメールしようね。まず一つに、バッタって何食べるの？次に、金魚って視覚と聴覚どっちが優れているの？で、最後に、猫はなんで可愛いのかな？ということで、お、一気に3つ来ましたね。そうですね。じゃあまず最初にバッタの主食についてお話していきますね。まず最初にバッタって何食べるの？という質問なんですけど、バッタは基本的に、まあ、イネ科の植物やカヤツリグサ科の植物の葉を食べているということで、まあ、基本的に草食ですね。まあ、植物の葉を食べて生活しています。まあ、といってもバッタにも種類がありまして、まあ、コオロギだったりとかキリギリスも、まあ、大雑把に言えばバッタの仲間に含まれるのかな。もう体の体型自体はちょっと似てる部分もありますし、そうなってくると結構主食とかも変わっていくので、まあ、種類によって違いが出てきますね。まあ、だけどバッタですと大体のバッタは植物の葉を食べていきますね。では次の質問、金魚って視覚と聴覚どっちが優れているの？ということなんですけど、これがですね、ちょっと調べてみたんですけど、金魚は、まあ、視覚の方、目の方はそんなによくがないんですね。いわゆる近眼らしくて、結構近づいてみてもぼやけてしまってて、そんなによくはないそうです。逆に聴覚と嗅覚、要は耳と鼻ですね、こちらの方が結構よく発達しているらしくて、これがまあ生きていく中で重要なものになっているらしいですね。嗅覚ですと、まあ匂いによってこの食べ物は、この物体は
食べられるものなのか食べられないものなのかをやもう決めてるらしいですね。で聴覚に関して耳に関しては、まあ、物音によって自分に身の危険が迫ってきてないのではないか、要は水中の中で猛スピードで自分に向かっているものが来ているのではないかということを察知しているそうですね。でこの聴覚に関しては振動も捉えているらしくて、なのでよく水槽にいる金魚が要は水槽を叩くと金魚が動いて逃げてしまうことがあるんですけど、あれも水槽を叩く振動を耳で感知して逃げているのではないかと思われますね。で最後の質問、猫はなんで可愛いのかなということなんですけど、そうですね、改めて、質問で来られると結構困る質問ですね。まあ人間、人の中では猫はそんなに好きじゃない、嫌いだっていう人もいますけど、まあこれは今まで言ってきましたけど人それぞれなので嫌いなら嫌いでも全然結構です。これも人の特徴ですし、それを否定する権利は誰にもありませんからですね。自分もこの動物の番組を始めてますけど、動物が嫌いな人はもう見ない方がいいですし、別に見なくても構いません。もういやいや見るなんて絶対にダメです。ラジオっていうのはですね、もう楽しんで聞くのが一番いいですからね。あ、でちょっと質問に戻りますね。猫はなんで可愛いのかなっていうことなんですけど、やっぱ最初はまあ一番の特徴はあのフォルムですかね。猫っていうのはですね、まあ犬の場合は走りながら狩りをする生き物なんですけど、猫の場合はまあ待ち伏せだったり身を隠したりして獲物を捕らえるということなので、結構体の筋肉が結構発達してるんですね。結構2回言ったな。まあ要するにまあ体をかがんで忍び足で動くことができて、これによって結構スリムな体型を維持することができるらしくて、もちろん犬の中にもスリムな犬はいることはいるんですけど、猫の方が明らかに結構要は身を隠すためのスリムな体型になっておりまして、これが結構可愛いと思う一つの特徴ではないですかね。あと他の特徴で言いますと、まあ、あの猫の性格が好きっていう人もいるかもしれないですね。まあ、一種のツンデレというやつですね。要は構えすぎると近づいてこないけど、構わないでいると自分の方から近づいてくる、こういう微妙な距離感が好きという愛らしい可愛いという人がいるのではないでしょうか。まあ、こちら3番目最後の猫はなんで可愛いのかなっていうのは、まあ、人それぞれとしか言えないですね。もう身も蓋もないですけど、これが全てですね。ここでまたツイキャスでコメントが来ておりますね。イブニングアベニューさんからありがとうございます。自分動物好きじゃないけどあまりにも知識不足なのでちょっと知りたいなという時にエンラジ聞くのはありということで、エンラジ略してますね、ありがとうございます。まあ聞くのはありということなので、そうですね、イブニングアベニューさん、この質問に関しては全然ありです。というのもですね、先ほど言った通りラジオっていうのはもう聞くのは自由ですから、聞くにしても聞かないにしてもそれは視聴者リスナーさんの自由なので、これはもう自分の判断で決めてくれて構いません。もうあのパーソナリティ側として言うのもあれですけど、一番いいのはリスナーさんが満足して聞くことですからね。もう本当に聞きたくないのに仕方ないから聞くかみたいなのは、まあパーソナリティ側としては本当に嬉しいことですけど、本当にいいのは楽しんで聞くことですから。なので全然聞きたくなったら聞いてもいいですし、今日は別に聞きたくないなと思ったら聞かなくても結構です。もうこんな感じでゆるゆるな感じでラジオを聞くのが一番いいかもしれないですね。はい、ということなので、あ、ちょっと待ってくださいね。ここでまたメールが届いていますね。ラジオネーム赤い2トン2トンローリーさんですかね、こちら2トン、そうですね、2トンローリーさんですね。最近タマンが釣れないんだけどなんでですかということで、あ、魚ですね。おお、魚か。そうですね、タマン、タマン、そうですね、赤い2トンローリー、2トンローリーさん、昨日小さい魚釣れました、ウムナガって名前の魚です、タマの仲間ですということなんですけど、あ、これは違うメールですね。あ、うん、
要はメールの内容はタマンが釣れないんだけどなんでですかということなんですけど、そうですね、まあ答えとしましては2種類ありますね。一つは、まあ、ちょっと住む場所を変えているのか、もしくはこの赤いニトンローリーさんがちょっとスランプに、このタマンを釣ることに関してのスランプに陥っているのではないかのどちらかなのかもしれないですね。おお、まさか最後の最後に魚のお話が来るとは思いませんでした。でもメールありがとうございます。タマンですか。よし、わかりました。赤いニトンローリーさん、メールありがとうございます。質問がタマン、最近タマンが釣れないんだけどなんでですかということなんで、わかりました、このタマンについてちょっと調べてきます。と言いましても、来週は先に AKB ファンさんが言ってました10号についてお話していこうかなとおります。あ、今ちょっと追加数確認したらAKB ファンさんから、じゃあカマキリでっていうことで、どっち、あ、じゃあカマキリでっていうことなので、わかりました、じゃあちょっとカマキリについて来週お話ししていきます。本当にカマキリでいいですか。もしやっぱりジュゴンがいいですっていうのがありましたら、すぐにコメントをお寄せくださいませ。あと4分大丈夫なので。あ、また他にもコメントが寄せられていますね。こちらが、ツイキャスネームレオナさんですね。こんばんはということなので、こんばんは、コメントありがとうございます。で、他にもイブニングアメニューさんからまたコメントが届いてまして、エンラジのテーマ曲、あれもしかして女性が歌ってるの、ラバースコンチェルトということで、はい、そうです、ラバースコンチェルトですね。これ結構自分が好きな曲でして、なんで好きかと言いますと、まあ学生時代に歌った曲っていうのもあるんですけど、あるドラマの番組でもこの主題歌が採用されたということで、これもちょっと動物、生き物についての動物番組、まあドラマなんですけど、動物にちなんだドラマ番組でこのラバースコンチェルトが流れたので好きになったので、これを主題歌にしております。で、そうですね、他には、あ、 AKB ファンさんから、カマキリ好きだからということで、わかりました、じゃあ来週はカマキリについてお話ししていきます。あ、イブニングアベニューさんから、外国人が歌ってる曲の方ですねということで、あ、これは違う方、あ、AKB ファンさんに向けて言ったんですね。そうですね、自分がオープニングで流してる曲は外人さんが歌ってるラバースコンチェルトですね、これを流しております。はい、ということで今回もツイキャスでいろいろコメント、またメールでも、赤いニトンローリーさんとユキさんからのコメントが届いております。本当に皆さんありがとうございました。ツイキャスをご覧になっている皆さんもありがとうございました。もう本当にですね、この遠足ラジオするもう約20回、どれぐらいかな、あ、22回放送してるんですけど、もうこんな風にたくさんコメントくださって本当にありがとうございます。自分もですね、まだまだ結構滑舌というかカミカミで聞き取りづらいという部分があるかもしれないんですけど、本当にありがとうございます。あ、ここでですね、ユーストリームでもコメントが寄せられていますね。こちらは、あ、フランチェスカ・ルッキニさんですね。あ、こちらはツイキャスのコメントと同じなのでスルーしても大丈夫ですかね。でもちゃんと確認しましたのでありがとうございます、フランチェスカ・ルッキニさん。ということで、本日の遠足ラジオするを終わりたいなと思っております。最後にですね、まあ、この番組でメッセージリクエストを募集しているので、最後にメールアドレスをご紹介します。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 もう一度言いますね、メールアドレスは 761@fmkoza.jp。 こちらはですね、まあ、この土曜日のこの番組以外でも構いません。平日の時間でもいいですし、なんだったらこの番組が終わった後に寄せられても構いませんので、どんどんメールの方お待ちしております。で、この後はですね、10時からは、カフェルーベン聖書66
6という番組と、大道のラプトゥー5の2番組があります。この2つの番組はとても面白いので引き続きどうぞお聞きくださいませ。それではこの辺でお別れといきましょう。今回お送りしましたのはパーソナリティのエンスでした。それでは皆さんありがとうございました。はい、 AKB ファンさんお疲れ様です。ありがとうございます。AKB ファンさんとイブニングアベニューさん、あとはレオナさんとフランチェスカ・ルッキニさん、それと最初に来てたリエさんですね。本当にコメントありがとうございます。ではそろそろ次の番組に入れ替わりたいと思いますので終わりたいなと思います。本当にありがとうございました。お疲れ様です。はい、ユッキーさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。